始まったかなどうも、ボビーアトレザー,ーのボビーです、えー。今日はですね、えー、ね日曜日ですよね、えー、配信もですね、やっと、あれですよ、ちょっと待ってね、40回、ね、40回ですよ、ね、40, 回ね40日連続、配信がね、続いてます。ちょっと待ってね。うん 今日の大阪ですね、えー、台風一過というかあ爽やかなね秋晴れで、えー、ちょっとねお,お出かけするのはあすごくね、うんえー、ちょうどいいんちゃうかなと思いますね。えー、皆さんもですね,、えー、ねこのご覧あのこのこ動画をですね、えー、ご覧いただいている方ですね、えー、行楽の方ね場所からですね、えー、ご覧いただいているかもしれませんしね。うん まあまあそんな感じでえゆっくり始めていきましょう。それではオープニングムービーをどうぞ。 どうも改めましてボえっ、ー、とですね、えー、今日はですね、えー、まあ日曜日ということでですねえー、レザーのメンテでもしようかなと思いますね、えー、画面画面はちょっとこのカメラ一つしかないので、えー、ね手元を映すことはできないんですけども、えー、ちょっとですねいろいろ普段使ってる年間問わずね使ってるものをですね えちょっとも持っと持てきましたまずこれ、あのー、ワニーテールですよ、ね。これを普段僕の腰に、えー、ぶら下がってるものですね、えー。このワニがですね,、えー、ここねワニの尻尾なんですけどその分がね、えー、もう在庫もそんなもないので、えー、そんなバンバンあるもんでもないんでね、えーまあ、ある種希少なんですけどもね、うん、このリアルレザーをね使って、まあ、これをですね この,中にあのこのスマホを突っ込んでね、でまあえー、ベルトにこれを通してで使っているんですけどね、それとですね、えー、あそれの、まあ、これもウェブショップで販売してますけどもねこれ、うんこ、これですね、これもすべてあの形が、ね、違いますんでね、えー、これ気になるなという方がいたら、ですね、えー、ウェブショップでも購入いただけます。ね うん、世界で一つの作品ですまあ,あなんか宣伝みたいになってもうたけどもでまあこれあのー、普段ね、えー、触ってるもので、えー、だいぶこれ,これ何年か何年ぐらい経つんかな45年経つんかなちょっとあのもうねおぼろげですけどもあたりもついてね、まあ、これもね、えー、あんまり磨いたことないんでね、えー、ちょっと磨きましょうかね。それとこれとこ まあこれも僕の腰にぶらさってるものですね、ふだんね。もうえー、これどっちかといったらあさっきのよりもだいぶ古いですね、もう10年そこら使ってるものですけどね、もともとですねあのあの携帯電話ね、パカパカ携帯の時代の時のね、えー、それでえよく使ってましたね。であとお iPhone がね、でこれ iPhone4 ですよ、現役ですよ。 <laughs> iPhone4 ね、うん。これがね、あのー、これまでは iPhone4 までは普通に、えー、こう入れてですね、えーこう、これを腰にぶら下げてね、えー、毎日過ごしてるわけ,わけですけどね。これここはあのウミガメですよ。<laughs> ウミガメの、かもウ,ウ,ウミガメやろうねこれ、うん、ワニじゃないね、ウミガメやね。うん、で、それに水晶をね、やって。これもまあ IPhone, iPhone をこ、ね、と入れたり、まあ、これが iPhone が、ね、5になって長くなってからですね、まあ、iPhone は使わずにですねこれ,これはこれでもう現役ですけど、<laughs> これはあのー、今はね音楽プレーヤーとしても使ってますけどね。で、えー、これはまあ今はあこれはですね、えー、この僕の愛してるベー、ね、プ,プをーいつも入れてます。まあ でね、これをですね、まあ、これもずっと現役ですけどね、まあ手、特に手入れも何もしてないんですけど、うんまあまあ、あの毎日触ってるもんなんで、えー、えー、感じの照りが出てますね。でですね、きょうはこのお、ね、いつも言ってますよね、これ、ね、ラナパ。 ラーナーパーでねちょっと磨いていきましょうねもうほとんどもう中身もないのでえあのこう,こういうふうにしていった方がいいかな見えるようにね机の上もですねまあパソコンの割とコンパクトなあれなんでねあのでまあえー まあ、あのこうスポンジにねちょっとつけてべったりつけたらあの、ぬるぬるなるからね程よいま,まあ,あちょちょっちょっとええ感じでねこう使ってでまあこうちょっとお優しくうねこう、こうしていった方がいいかなこうやっぱりこうね手元を写 <laughs> す、ね、画面見ながらで、ちょっとやりにくいねでまあちょっとこういう感じでね、えー 磨いてあげるんですけどね磨くっていうかほっこりも取れるし油分をこう何ていうんですかなじませてあげるというかね潤いを与えてあげるみたいな感じですねどっちか言ったら。んていうのとパサパサになってからやったらねどうしてもほら乾燥肌みたいになってしまうのでやっぱりそこからやっぱり皮がレザーがねもろくなってくるんでね非常にね。 でまああの程よいぐらいでこうまああのずっとこう,こうしようか。ね、で今度はまあやっぱこうさっきよりは多分黒光りがあすると思いますね。あのわ、ー、かりますなんかこう黒光りですよ。うもう黒光りが僕すごい好きでいろいろね。でまあ内側もまあ僕普段ここ辺はねこす、あのー、ふ擦れることはないんで。 まあ今もちょっとこうねあの携帯携帯の入れ物のですねちょっとあの型紙をお今からね今こうやってる最中なんでねでまあもうこのふ <laughs> と思い出して <laughs> あの毎日ネタ大変よ <laughs> ネタなんて言ってもねあのそんな大層なこともねできへんしまあこんな感じであのわかりますかねえっとこれどう見たら一番このね黒のものがどうしても多いからね あのまあ、こ,こっちの方はですねどちらかというとおここど,どう見たら一番いいのかな、うん、まあまあだけどであのーまあ、こうまあある程度、まあ、大体でですほんでも <laughs> 放送生放送しながらやからねこれでまあまあ,あ、まあ、んほんまにあのこの程度であのあの、まあ、こう普段使ってるものとかやったらねあんまりあのー なんてうの塗りすぎたりとかしても,もうベタベタするやん、まあ、すベタベタなる前ぐらいの感じで、まあ、ちょっとこう,こういう油分とかもね触ってたりとかあのこう皮ひもとかもねあ,のとこもこうある程度こうねあのこのバー油っていうかな、ね、こ,このオイルっていうかああねこうついてるからねでこういう感じでこうなすくってあげたらねなすくるっていう言葉がちょっと <laughs> ががい悪いかな。うん、でまああの残な。 ままあまあこ,こ,こんな感じでこ,うおこれでも,もうしばらくもう何もせんでもお深みがある進化になると思いますねちなみにねさっきのこれが出来たての,おあのまあ新品の状態ですよねでえこれがあのもう何年間も使い込んでこのこのこの例えばねここ今ほらこうピンと立ててねもうい,っねこういっきり立ってるでしょでもうもうこ,れこれですよ もうふにゃーですよ <laughs>。まあこんな感じでね、あのクタクタになるっていうか、うん、これも新編の時はもこのハリがあるんですよね。これあのこうフレッシュな感じがしますね。で、まあこの革紐のこの僕はもう全部紐をもカットしてるんですけど、こういう風なのね。で、皮紐もですね、こうカットしたまカットしたてっていうか、あのまだこの角がある,あるわけですよ。それがですね。 ま何年かしても毎日毎日作っとたらもう,こう,こ,うえこう馴染んでね何かとろみが出るっていうかあの見た目のがねこの照り照りがうんなってこうええ感じに馴染んでえこう一つの豚に特化してくるようなうんそういう感じでねなりますねでまあついでにですねついでついで言うたってねあれやけどこれですよねここのののさっきのねこの 二世代前のね、うん、世代のワニテールじゃなくてもう,もうこれもまあ入れ物ですこれも容器作りましたね当時ね。あのでこれもじ、あのー、携帯電話もともとね入れるに、えー、使ってたんですけど腰に下げるにでそっからですねベイプ今ベイプで使ってますけどその,その間の、えー、数,数年間は息子のですね、えー、ポケモンカードを ね、ポケモン、ね、カードに子供が当時はや,はやってあのはまってましたね小学生ぐらいの時にねであのここにポケモンカードのを入れてね、えー、これをあのおカバンにぶら下げてねあの友達の家に遊びに行ってましたね、まあ、そんな感じで一回もこれも手入れ実はしたことないんで一度やってみましょうかねランナーパーちょっとつけてねせっかくなんでね、うん、で、えー、ねこ,こ,ここの、まあ、っ使用ゼロビフォーアフターねほんこれビフォー これは亀、えー、とこっちがこれはバッファローですね、えーあのー、バッファローの皮と皮紐はね、えー、馬の皮ですね、まあ、どれもあのミリタリーの、ね、A2 ジャケットとか G1 とかでこ,れこれちょっとね、えー、ラナパーをですね ランナ別にランナパーじゃなくてたまたまあるのが僕が使ってるのはランナパーいうだけで別にランナパーを僕が販売してるわけでもなんでもないし、うんうんまあ、別販売してもええんやけど、うん、あの在庫持つも具合悪いんででも、まあ、結,結構ランナパーは貢献してるかもしれないね。あの YouTube でも「ラナパ」の僕がこうやってるだこういういてるだけの動画が結構見られてたんでね,、うん、ね自分の作品よりもね僕がこうメンテしてるところの方がね、えー、こんな感じでね、えー、こうオイルをしなあの表面をなじましてねでまあこういうこういうところのね箇所とかもう色もこう剥げてるとかもこういう,ういう,うにね、えー でまあこう配信してるところもこのマイクスこれも全部あの音楽用の機材しかないんでう普通だったら机のようにこう,こうねあピ,ピンマイクみたいなのがあれやええんやろうけどあのもうあるもんもね有効利用しようと思ってねずっとやっ非常にでななんでかねもうずっとここのマイクやからね、えー、なんか手話のごっぱちのね あのコンデンサーマイクを使った方がなんかあのムーディーな感じはするんですけどね。でまあ,あこまあ,あアフターアフター今ねこう何て言うんですか甘か <laughs> らんあのこう照りは艶とかは多分増したとは思うんですけどねこっちはまだですねこっちもうこ,こっちはまだです。これち,ちょっとやってみましょうかね。 やっぱこのねこっち側はあの触,れ触れない方やからね普段ねあのねんていうのいろんなものに。ねえー、多少はあいい感じになったんちゃうかな。うん、ほんじゃあほんだこ,こっちこっち側だけやってみようか。ね。 の機能もあるやろうしねこっちであれやるよこ,こっちの分かります分からんかこの画像じゃ。ね、でまあねこれこうこうこうして。 ささっという感じでこれももちろんですこういう普段あのー、手に触れるものとかあるいは財布とかあ手帳カバー、まあ、特に本ブックカバーなんかも,うもうめっちゃええ感じでなりますからねあの本はね毎日のように、えー、読んだりするやろうし、うん、で,こ,うで、えー、こんな感じねあの綺麗に綺麗まあもと あの深くなりますよねあの深みが出るっていうか、うん、で水もはじくしねああのー、でこんな感じ、まあまあ、ずっと現役選手です、ね、これに、えーね、もう初,もう初,初期のねあのでこうって手書きでねボビー・アテレザーって入れてるんですけどねでまあここであのこうやってベープを入れてでこうやってねもうで、まああのー、これを腰にぶら下げてね、うん であのー、ブラ,ブラするんですけどね、まあ、そんな感じで、ねえー、今日はラナパーをですね,、えー、こ,のねこ,これ,れ3000円ぐらいで買ったかな当時今もそんなもんやと思いますわ。でもう10年そこら <laughs> ねえ ままあああなあ、ですよ、僕革ジャンとかいろいろ納品の前にもあこれオイル入れとった方がいいかなというやつをこうやったりしてるんですけど結構持ってるからほんでこれねなんか自分の商品にもない,ないけど <laughs> あのこれねあの靴磨くんもそうやしあの革だけじゃなしにねあのー、木工の椅子とかあるじゃないですかあのー、落下塗装したような椅子とかあのー、ね うん、そういうので磨いてこ,これちょっとあのこうローをこうね入れオイル入れてであとでちょっと空拭きをね、えー、乾いたタオルっていうかでこうしてあげたらねええー、感じに <laughs>、えー、ほまあ保護にもなるんでしょうね、うん、まああの肌と一緒ですよ、うん、あの化粧水塗ったり乳液塗ったりなんか日焼け止め塗ったりするやんそれと一緒で、うん、あのまあ,あ 長持ちするっていうかあのういがね出るしあのうハダツヤもようなるということですねまあまあそんな感じでね、えー、多分日曜日とかだったらみんなね、えー、この衣が衣替えのやってる方もおるおるかもしれないしね靴とかねサンダルとかからね、えー、ブーツにね変、えー、えたりとかすまあほんでそれとかあのー、靴紐靴紐じゃないやあのー、靴をね、えー、磨いたりとかする 時間とかねだいたい休みの日に、えーね、みんなやってる人も多いと思うんでね僕もたまにあの磨き出したらねその無心にいや,やっぱりそういう時間ってほらの今もこう放送しながらやけど無心になるじゃないですかなんかこうなんか自分の若歌と向き合うというかさあの何も考えいとこうねあの で綺麗になっていくし、なんかこう、心も掃除するみたいな感じになって、非常にね、あの精神的にもいいかなと思いますね。たまにこう、メンテをする時間っていうかあ、自分と向き合う時間っていうか、うん、やっぱり今日はね、そういう日曜日 <laughs> なんで、そういうね、お手入れなあ話題をお届けしました。ね、でですね、あっ、だからいろいろ、えー、スマートフォンね、えー、やっぱこう、 IPhone 今こ,れこれ7やけど、これ,これ iPhone7 かな。ねこれ iPhone4 やけどね、僕は、あの、スペックはもうしゃあないけど、この初代のね、この iPhone ぐらいのが、やっぱり使いやすいし、これはええんよね。うん、どう見ても、もう、もっぺんこんなん出えへんかね <laughs>。あの、程よい大きさのね。まあまあいいええわ。ねえ、っと、あ,あ、いろいろありがとうございます。ねえ,え、ちゃちゃっと、あ 水口さんあ日日、ねーーいいね、ありがとうございます日曜日にねいつ見てもワニテールかっこいいですねありがとうございますねワニテールはねやっぱり、うん、い,いいようんあのー、自分でまあ使ってるから味もあるけどあのー、他のいろんなまあ,あお客さんとかもね気,気に入って使ってくれてますしいい感じでぶら下がってますね腰にね、うん、はいえー、あっ水口さんまたボビーさんのお先の方 型破りのいびつさの美学に、えー、惚れてますそうなんですよあのなんていうのな、えー、きちっとしたもん、えーまあ、きちっとは作ってるんだけどあのやっぱこの感覚的なところでねあのそのーレーザーの,そのなんて言うの歯切れと歯切れの歯切れのなんとも言えんか歪みとかあのこうあるやんニュアンスが。 それをですね、えー、救い取るっていうか、うん、それをこう一個の作品にこう込めて、ね、使ってるうちにまたそれがまたいい感じになるっていうのがまあ何とも言えん、えー、美学やし、えー、世界それこそ世界で一つのものですね自分だけのオリジナリティをね育ててもらうっていうか、うん、そんな感じでね,、えー、ね取り組んでますけどねいろいろ森本くも日曜日やなきゃねありがとうございます。 こんにちは、今日は涼しげですね。あそうだあの、こう。メンテとかすしようかなと思ったから革ジャン着とったらなんかごちゃつくやろ。<laughs> それでまあちょっと、まあ、あのベストぐらいはちょっと羽くかなと思って、まあ、そんな感じでね、うん、そんな感じであのー、ラフに日丁やしね。うん、でねあいろいろご覧いただきありがとうございます。ね、ねあとまたこれで ま YouTube とかねにこの動画をですねアップしてねなんかの時にねまたあのお役に立ててもらえればなと思いますしねまあ,まあ,あと Facebook にもこのーねアーカイブとしてね残りますんでねうんまあこういう感じで40回ねなんか続きましたね40回これをねまた50回に向けてなんかねあのー お役に立てるような情報かまあまあいろいろ僕が普段感じることとかねお届けできればなと思いますねただ単にこうくっちゃべってるだけやったらねあのな <laughs> らね時間の浪費だ,だけで終わるしねそれは僕もおあれやしお互いにねなんかこの時間こあためになったなとかね楽しかったなって思ってくれたらねそれが一番のお僕も喜びですしね、う。ん まあそんな感じで、えー、ね素敵なあ日曜日をです、ね、台風一回でね、みんな無事やったらなと思います。ねえー、爽やかな秋晴れのお一日をですね、過ごしてください。それじゃあ、b o ーでした。またね。バイバイ。また来週も会いましょう。